いやいよいよテスト返却か。緊張するな。権田君、バリ弁少し。お前いつも人のことバカにしやがって。あの約束忘れてねえだろうな。このテストで負けた方が相手の言うことを何でも聞くっていうこと。もちろん覚えているさ。だがその前に君に一言お礼を言おうと思ってね。俺？ああ。最初は君のことただのバカな不良だと思っていた。だがこの1ヶ月真剣に勉強に取り組む君を見て考えが変わったんだ。君はバカな不良なんかじゃない。君のおかげで僕も勉強に意味が入ったよ。ありがとう。結果はどうあれこのことだけは伝えておこうと思ってね。それじゃ。おい、どっちが勝っても恨みっこなしだぜ。ああ。何ですか先生。ん？この前のテストの時に俺の机の下にカンニングペーパーが落ちていた。お前カンニングしただろって。ちょっと待ってください。俺カンニングなんてしないですよ。この日のためにめちゃくちゃ勉強してきたんですよ。いやちょっとみんな信じてくれ、俺カンニングなんか絶対にしないんです。何お前みたいなバカな不良はこういう卑怯な真似するんだって。なんだどこの野郎。ちょっと待ってください先生。そのカンニングペーパーが今野君のものだという証拠はあるんですか。この1ヶ月彼は誰よりも勉強をしていました。そんな彼がカンニングなんかするわけがない。もしもカンニングをしていたら先生その時僕のテストの点数0点にしてもらっても構いません。その代わりもしも違った時は責任を取るのは先生あなたの方ですよね。近野君。先生俺カンニングしました。さあ先生この責任を取れ。カンニングしたの。あしたね。なんであんなに勉強していたのに。分かった、不良仲間から脅されていたんだな。君が真面目になったのが気に入らなくてカンニングをするようにって脅されてたんだろう。仕方なかったんだよ。先生聞きましたか、彼は不良仲間の脅しでやむを得ずカンニングをしてしまったんです。そんなの信用できないって。わかりました。もしも彼が理由もなくカンニングをしていたなら僕の推薦取り消してもらっても構いません。ですから彼の話をちゃんと聞いてください。勉強が難しくてただカンニングしました。くそちょっと本野君さ、なんで一回ちゃんと否定するのね。で、僕がベットした後にすぐに答え言うのやめてくれる。あとさ、牛越お前だけは分かってくれるかみたいな顔すんじゃねえよ。君のせいでさ0点になった上に推薦までなくなったよ。ちょっと一回は嘘つけるかなって思うんだけどすぐもういいやってなっちゃうんだよ。嘘をつくなら突き通せ。なんなんだこいつは。え、なんすか、この前駅前でカツアゲしてただろ。ちょっと待ってください、俺カツアゲなんてしてないですよ。君はテスト期間中にそんなことまでやってたのか。いや、しかし信じてくれ、俺は確かにあのカンニングはしてしまった。でもカツアゲなんか本当にしてないんだ。そんなの誰が信じるんだよ。理由もなくカンニングをするような奴の言うことなんか誰も信じるわけないだろう。いや、みんなも信じてくれ、俺は確かにバカな不良でカンニングもしてしまった。でもカツアゲみたいに弱い者いじめみたいなことは絶対にしてないんだよ。どれだけ言ってももう君の言うことなんか誰も信じないよ、僕以外はね。先生、彼は確かにカンニングをしていました。ですが、放課後図書室に残って彼がずっと勉強しているのを僕は見てました。だからそれは人違いなんじゃないですか。しかし勘違いしないでくれ、君は確かにカンニングをするようなやつだから勉強と向き合っていたことは事実だ。さあ先生、カツアゲをしていた証拠はあるんですか。もしも彼が本当にそんなことをしていたなら僕は退学になっても構わない。さあ彼がやったという証拠はあるんですか。俺カツアゲしました。クソだー図書室で勉強した後なんかうまくいかなくてむしゃくしゃしてカツアゲしてしまいました。お前最低なやつだな。君のせいで僕はついに退学だよ。なんで僕がベットした後に君はすぐにカードオープンしちゃうんだよ。なんで退学なんて言うんだよ。今までの流れからでしたら俺嘘つくだろう。そんなの分からないよ、分からないけれども大きなものにかけるとなぜかその分だけ血が騒ぐんだよ。何言ってんだよ。もしかしたら本当に退学になるかもしれない。そう思うと心臓がバクバクいって冷や汗が出て肌が冷たくひりつくんだ。なんだか生きてるって感じるんだよ。大丈夫か、お前怪人みたいになってるぞ。さあ次の勝負は一体何ですか先生。次は何をかけるんですか。昨日女子の体操着を盗んだだろうって。ちょっと待ってください、それは俺じゃないですよ。来た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 。大丈夫か。君は今まで全ての悪事を犯してきた。そして僕は全て外し続けた。君は体操着を盗んでいる。君のような奴はなその程度のことは平気で
ならばもしも違った時は僕の血液を好きなだけ抜くがいい。何言ってんだよお前、カイジから赤毛みたいになってる。福本先生の漫画みたいになってるよ。さあ僕はこの命をかけたカードをオープンだ。なんすか、え、防犯カメラに牛越が更衣室に入っていくところが映ってる。お前が盗んでるじゃねえかよ。なんで俺言ってたんだよ。ハネ来た。怖い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 。確かに体操着を盗んだのは僕さ。だから君がやったのではないことは分かっていた。だがそこであえて逆張りをする。このギリギリのスリル、これこそがギャンブルの本質だと思わないかね。思わねえよ。怖えよお前。じゃあ君はまだまだだな。盗んだ体操着はこの下に着ているよ。気持ち悪いよ。落ち着け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 、大丈夫。ああ、あ、やべ、間違って殺しちゃった。え、なんすか、定額1週間、いや、死んでんのに。やった、人殺してんのに退学にならないで済んだ。どうもありがとうございました。